テセル、または、テッセルは、オランダの北ホラント州にある、基礎自治体。ワッデン海に浮かぶ西フリースラント諸島で、最も面積が広く、人口も多いてセル島と、無人島のノールデルハークス島からなる。同諸島の西端に位置し、北には、フリーラント島がある。綴りの中に、X が使われているが、発音は、昔から SS であり、テセルと読む。 SS の合字として X を使用した名残である。日本ではテクセルと表記されることもある。テセルの砂丘地帯では独特の野生の生態系が保たれている。特に冬には猛禽類とガチョウの越冬地となる。このため、島の3分の一は自然保護区として指定されている。衛星写真でスラフター中世初期マルスディープ海峡を挟んで向かい合っていたて。 セルとン人間は今よりも多くの人口を要していた。テセルは過去に3度戦争に巻き込まれた。1653年のスヘフェ人間の海戦、1673年のテセル島の海戦、1945年のテセルのグルジア人捕虜放棄である。また、1940年にテセル島沖合で作戦行動中のイギリス海軍の戦艦、駆逐艦が、 食雷により沈没を含む甚大な被害を受けたて、セルの惨事も有名である。テセル島は1415年に都市圏を得た。この時はサスで繋がったてセル島とアイルラントという二つの島からなっていたが、17世紀の間拓で一つになった。現在、テセル島は北海とワッデン海の間に横たわる広大な天然の防波堤となっている。 デコックスドルプ、デコーフ、デバール、デンブルフ、デン、ホールン、オーステレント、アウデシル島の7つの村がある。市の本庁舎は最も人口の多いデンブルフ地区に置かれている。デンベルダーからテセルへ渡るフェリーテセル国際空港定期便は運行されていない。28、29系統バスがホルンチェ港からデン、ブルフを経由して島内各地を結んでいる。 ホルンチェ港より本土のデン・ヘルダー港へ1時間に1便の割合でフェリーが運行されている。デン・ヘルダー港まで所要時間は約20分。アムステルダム中央駅からはデン・ヘルダー駅インターシティに乗車し、デン・ヘルダー駅よりデン・ヘルダー港まで33系統バスに乗車、そしてフェリーに乗船。約2時間30分でテセル島まで到達可能である。 自転車道が整備されている。観光産業はテセル島経済の相当な割合を占める。概算してテセル経済の70%が何らかの関係で観光とつながっている。テセル観光で人気があるのはサイクリング、散歩、海水浴、乗馬である。ありがとうございます。